本項目では、2007年に竣工した4代目を取り扱う。紅葉丸の大戦として、三菱重工業下関造船所で建造され、2007年6月29日に竣工した。同年7月25日から8月12日にかけて行われた第一次公海では、下関港のほか、高松、東京、神戸の各港で一般公開が行われた。 2011年4月7日から4月30日にかけて行われた第25次公開では実習の一環として東日本大震災被災地への支援公開が行われた。下関市など地元自治体、漁協、水産加工関係団体、水産大学行動総会、教職員などから物資提供、義援金を募り、提供された自転車、靴、作業服、灯油、 米、冷凍フグ、野菜などを支援物資として搭載した。出発を通しを予定の4月11日から繰り上げ、4月10日に宮古港へ入港、宮古市、岩手県漁連、岩手県立宮古水産高等学校向けの救援物資を搬出した。その後、函館港で清水などを補給して、4月16日に釜石港へ入港、岩手県、 釜石市などの漁協向け救援物資を搬出、入浴、食事の提供を行った。岸壁での作業の補助、船内での支援業務には学生も参加した。その後、日本海で漁業実習、海洋観測実習などを行った後、4月30日に下関港へ帰港した。主要な航海機器、無線機器、漁労機器にはフルの電気の製品を採用しており、 最新鋭の漁業設備として自動定点保持装置などから構成されるセルフトロールナビゲーションシステムを搭載している。STNS はスキャニングソナーで探知した漁群に対して漁網の位置を自動的に制御することで自動的に漁群を追尾して網を仕掛けることが可能である。ありがとうございます。